足立俊之君。自由民主党の足立利幸でございます、畑委員長、酒井理事をはじめ、理事の皆様方には質問の機会を与えていただきまして、感謝を申し上げたいと思います。私は建設省国土交通省で長年を長年勤務をし、インフラ整備や災害対応、防災などに取り組んでまいりました。本日はそういした経験を踏まえまして、建設業法、入憲法の改正について質問をさせていただきたいと思います。 我が国では昨年の大阪府北部地震や西日,日本の豪雨災害、台風21号や24号の災害、北海道胆振東部地震をはじめ、近年、激甚な災害が頻発をいたしております。このような大規模災害発生時に復旧・復興の担い手として頑張っていただいているのは、地域の建設産業の皆さんです。お手元の資料1に写真を載せておりますとおりでございます。 災害の現地ではどうしても警察、消防、自衛隊、海保などの実動官庁の皆さんに注目が集まりますが真っ先に現地に駆けつけて崩れた土砂の除去、アクセス道路の確保決壊した堤防の復旧などさまざまな緊急対応やその後の復旧・復興の担い手として大切な役割を果たしているのは地域の建設産業の皆さんです。しかしか警察や消防 自衛隊の皆さんが本来、公務として災害対応を実施するのとは違いまして、建設産業の皆さんは、日頃、建設工事を行う中で利益を上げて、それによって体制を整え、いざというときに蓄積した技術力や機動力を発揮して対応をされています。 また災害時のみならず、日頃の河川、道路の維持管理や除雪の作業なんかも担っているのが、地域の建設産業の皆さんであり、彼らの存在なくして、地域の安全安心は確保できないわけであります。その地域に住んで、災害対応の担い手、地域の守り手として、機械力や技術力を駆使して頑張っている建設産業の皆さんの活躍を、決して忘れてはならないというふうに思っております。 その建設産業の皆さんに災害時に迅速な対応をしていただくためには、行政が建設産業団体等と事前に協定を締結するなど、災害発生時に円滑に活動できる体制をあらかじめ確立しておくことが必要であります。さらには、迅速な応急対応を行うため、時間のかかる一般競争入札ではなくて、随意契約で直接契約することや、手続きの簡単な指名競争入札を行うことも重要であります。 国土交通省では一昨年、災害復旧における入札契約方式の適用ガイドラインを作成して、そのような契約が可能であることを発注者に徹底するように取り組んでおります。 それを受けて、国や県などでは随意契約により、迅速に契約を行う取り組みがかなり進んできたところもございますけれども、市町村や一部の県では、そうしたことの徹底がなされておらず、残念ながら、迅速な取り組みがおろそかになっているような、そういう状況も見受けられます。 まず伺います災害対応の担い手地域の守り手である建設産業が災害時に迅速に対応できるように国土交通省として今後どのように取り組んでいくのか伺います野村土地建設産業局長お答えを申し上げます被災地の早期の復旧復興のためには 災害復旧工事を発注するにあたって、早期かつ確実な施工が可能なものを短期間で選定することが重要でございます。このため、国土交通省では、今ご指摘ありましたとおり、平成二十九年七月に工事の緊急度や、実施する企業の体制などを勘案して、随意契約や指名競争入札などの適切な入札契約方式を選定する基本的な考え方を示した、災害復旧における入札契約方式の 適用ガイドラインを策定し、直轄工事において本ガイドラインの適用の徹底を図っているところでございます。さらに、これを地方公共団体に対してもですね、このガイドラインを参考とすることに、参考とすること等について、総務省と連名で通知を発出して周知徹底を図っているところでございます。また、災害発生時における迅速な復帰を図るため、あらかじめ建設業者団体が地方公共団体などと災害協力協定を締結していくことも重要でございます。 本法案におきましては、建設業者団体が災害復旧工事の施行に必要な地方公共団体等との調整に努めるべきことを建設業法に規定することとしておりまして、公共発注者との事前の災害協定の締結が促進されることで、より適切かつ迅速な災害対応が可能となるものと考えております足立敏行君。 迅速に応急対応に着手できる体制をあらかじめ作っておくことが大事です、それをより確実なものとするために、法的な規定が必要と考えますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、昨年度は、先ほども申しましたが、西日本豪雨災害や北海道胆振東部地震をはじめとする大規模災害の復旧・復興のための補正予算、重要インフラの緊急点検を踏まえました、3カ年緊急対策に対応した補正予算など、 公共事業予算の大幅な増額が実現されました資料2に示したとおりでございます建設産業の分野にとりましては工事量が大幅に拡大されることは大変ありがたいことでありますしかし一方でそうなるとそれらの工事量に対応して入札契約が順調に行われているかまあ、そういったことに対する心配の声が出てまいります 最近の入札契約の状況について、何か問題は出ていないか、特に工事量が増えたことによって、不調不落等が増加しているとの懸念もありますけれども、実際にはどのような状況なのか、伺いたいと思います後藤技術審議官。お答え申し上げます。国土交通省直轄工事ににおける平平成年年度ののの不不調不落の発生状況については年間平均の 件数ベースで11.9%となっております地域別では建築投資が旺盛な関東地方や沖縄地方昨年度災害で大きな被害を受けた中国地方など一部の地域において不調不落が比較的多く発生していますがこうした地域を除けば概ね例年通りとなっておりますまた不調不落が発生した工事においても再高国などを行うことによりおおむね調達に至っております 足立敏君ありがとうございました、えー、心配しておりました不調不惑の問題ですけれども、まあ、特定の地域を除いては、大きな問題を生じてないというふうに判断していいのではないかというふうに思います。えー、入札契約の状況につきましては、引き続きしっかりと推移を見守っていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 えー、さて、えー、入札契約の面で大きな問題はあ生じていないということではございましたけれども、えー、地域によっては人手不足で困っているのではないかという声も聞こえてまいります。えー、先週30日木曜日にです、ね、東京オリンピックのメイン会場である新国立競技場、えー、この建設現場を視察させていただきました、えー。驚いたのは、そこで働いている方々は現在3000人というようなことでございまして。 本当にたくさんの皆さんがですね、それも技術者のみならず、技能者、多様な分野の技能者の皆さんがおびただがしい数、働いておられるということでございました、オリンピック・パラリンピックを迎える東京では、このように建築分野を中心に、需要が大幅に拡大しているというふうに考えられます、一方、激甚な災害が発生した岡山、広島など、西日本豪雨の被災地でも、人手不足の傾向が指摘されています。 しかし私が全国各地に伺いまして、地方の生の声、特に建設産業の皆さんの声をお聞きしますと、人手不足よりも仕事不足という地域がたくさんあります。資料3、お手元の資料3でございますが、これは建設保障会社のデータなんですけれども、東京や岡山、広島などでは、公共工事が増大していますけれども、他の地域では減少傾向にあり、公共工事の偏在が顕著になっております。 また資料4、次のページですけれども、えー、この資料によりますと、公共事業関係費は、ここ20年で0.46と半減しているのに対しまして、建設業の従事者は0.76ということで、公共法人ほどは減少はしていません。まあ、そうしたことからすると、地域的偏在や分,、えー、分野的な偏在はあるにしても、えー、全体としての需給ギャップは必ずしもその厳しいという状況ではないと。 いいいいいうふうにに考えてもよいのではないかというふうに思います、えー、国土交通省として人手不足の懸念について、どのように認識しているのか、お答え願います野村局長。建設業の担い手の現状につきましては、建設技能労働者の過不足率という点で見ますと、今、ご指摘もありましたとおり、大規模な災害からの復旧・復興工事が続いている中国・九州地方や、 建設投資の旺盛な都市部などの一部地域においては、人手不足感が強くなっておりますけれども、全国的に見れば、足元では工事の施工を担う人では、おおむね確保しうる状況にあると認識しております。また、事業料について見ますと、これも今ご指摘がありましたとおり、例えばオリンピック関連工事などにより、建設需要の大きい東京都などでは大きく増えているところも見られますが、一方で、工事の分野や地域によって、大型プロジェクトの終了や、 復旧復興事業のピークアウトなどにより、ご指摘のとおり仕事が不足しているという声もあるものと承知をしております。足立と修くありがとうございます、えー。人手不足についてもですね、<coughs> あの非常にあのそういう声が大きいようにマスコミでも報道されておられますが、実際のところ今ご説明のあった状況ということで、一、えー、安心したところでございます。えー、今後、えー、人手不足 についてもですね懸念についても最新データに基づく正しい情報発信をですね国土交通省で行っていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、えー、ところで、えー、人手不足との懸念のある地域ではですね私の経験上も発注件数の増大に対応するために発注する個々の工事の大きさサイズ、えー、すなわち発注ロットを拡大するとかあるいは出先の発注期間の権限を拡大して 大きな予算規模の工事でも地方の出先機関で発注できるようにするなど、発注時の工夫を進めまして、発注手続きの円滑化を図ることが大事だというふうに思っております。一方、被災地ではです、ね、資材が手に入りにくくなっていたり、さまざまな物資の流通が滞っていたりする場合があります、また人手不足で人件費が高騰している場合もないわけではないと思います。 そのような際には、最新の単価や見積もりを活用することなどにより、いわして適正な予定価格を設定することが必要であります。発注者の責務として、地域で頑張っている建設産業の皆さんが報われたというふうに感じることのできる発注や入札契約に努めるべきと考えます。発注についいいいいいてもおお詳ししし石井大大臣臣の方から見解を伺いたいと思まますすよろく願国土交通大臣 地域の建設業は社会資本整備の担い手であると同時に災害時には最前線で地域社会の安全安心の確保を担う地域の守り手として重要な存在と認識をしておりますこうした地域の建設業が持続的に活躍できる環境を整えるため国土交通省におきましては企業が適正な利潤を確保できるよう予定価格の適正な設定ダンピング対策 適切な設計変更施工時期の平準化等に取りり組んでおりま,すまた、地域の建設業の受注機会の確保の観点から、分離分割発注を徹底するとともに、入札の参加要件におきまして、会社の本支店、営業所の所在地などの地理的条件の適切な設定、総合評価落札方式における災害時の活動実績や表彰等の加点評価、 災害等緊急的な工事を実施した場合には工事成績の反映等に取り組んでいるところでございます今後とも建設企業が将来にわたって地域の守り手としての役割を担えるよう引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております足立俊君、えー、大変きめの細かいあの対応ありがとうございます、えー、建設産業の皆さんにはです、ね、被災地のみならず まあ地方においても、本当によく頑張っていただいているというふうに思っております、えー、彼らの頑張りに応える入札契約に努めていただくようにお願いを申し上げたいと思います。えー、さて、えー、年度予算という考え方に縛られまして、特に市町村の発注においては、発注事務の遅れなどもありまして、いつ発注してもです、ね、工期が3月31日ばかりというような状況がよく見受けられます。 それに伴い、工事のピークが集中するだけではなくて、受注者に無理な工期を強いるようなケースも見受けられます。一方的なしわ寄せが受注者に来て、休日がないとか、長時間労働が常態化するなどの問題が生じています。働き方改革という観点からは、こうしたことを是正することが必要です。また、最近では、週休2日への対応も求められております。先週30日に伺いました、新国立競技場の工事現場では、 夜20時には閉所する、それから日曜日には閉所というようなメリハリの効いた勤務体系を、えー、取っているというふうに伺いました、こうした現場を挙げての対応が、えー、大事だというふうに思います、えー、なお、えー、各現場で働き方改革を進めていくには、発注者サイドでの工事の施工の時期の平準化、工、えー、期設定の適正化などの取り組みが必要であります。 資料5をお配りしましたが、これで国、都道府県、市町村の発注者ごとの工事の施工の状況を、えー、が分かりますけれども、国では工事の平準化が進んでいるというのが分かります。工事の施工の時期の平準化や工期の適正な設定について、国土交通省の直轄事業が範を示して、先導的な取り組みを進めていくべきと考えますが、 現状どのような、現状どのような取り組みを進めているのでしょうか、また、取り組みの遅れている市町村、地方公共団体において、今後どのように平準化や工期の適正化のための取り組みを進めていくつもりなのか、伺いたいと思います野村局長。まずあの、国土交通省直轄工事におきましては、適正な工期を設定するとともに、国庫債務負担行為の活用などにより、 施工時期のの平準化の取りり組みを進めているところであります一方、地方公共団体におきましては、国土交通省が調査を行った平成30年度の債務負担行為の活用や、柔軟な工期設定等の取り組み状況を見ますと、都道府県では取り組みが進んでいるのに対しまして、市区町村では取り組みを実施している団体は、増加基調にあるものの、いまだ低い水準にあると考えております。このような状況を踏まえまえして この法案では入札契約適正化法を改正しまして、平準化の取り組みを規定することにより、特に地方公共団体の平準化の取り組みを促進することとしております。具体的には入札契約適正化指針に公共発注者が取り組むべき事項として施工に必要な工期の確保や施工時期の平準化を図るための方策を定めることによって、 地方公共団体などに努力義務を課すとともに、国から地方公共団体に対して必要な措置を講ずるよう要請することや、地方公共団体から取り組み状況の報告を求め、それを公表することが可能となります。 これによって、地方工業団体が自らその現状を把握することが可能となりまして、えー、その推進に大いに有効になると認識しております。国土交通省といたしましては、引き続き施工時期の平準化や適正な工期の設定に積極的に自ら取り組むとともに、さまざまな場面を通じて、地方工業団体に対しても働きかけてまいりたいと考えております。足立俊行君。 えー、ありがとうございます、えー、建設業が魅力,魅力ある産業となるためにもです、ね、働き方改革は必須でございます、えー。ぜひとも発注者、受注者が総力を挙げて取り組んでいただきますようお願いを申し上げたいと思います。えー、ところで、えー、5年前の平成26年度に、兼業法、えー、入憲法の改正が行われましたときには、えー、私は国土交通省の現役として、えー、担当をさせていただきました。 当時、担い手3法ということで、公共工事の品質確保の促進に関する法律、すなわち品格の改正を、えー、兼業法、入憲法の改正と合わせて、議員立法で行っていただきました、その際、適正な予定価格の設定や、ダンピング対策を改正内容に盛り込み、特に受注者がです、ね、適正な利順を確保できるよう、との画期的な規定が盛り込まれまして、 建設産業界から大きな称賛の声を集めましたその結果は物議の根絶やダンピングの防止などの具体的な成果も上がっていますしかしあの前回の改正からもう5年が経過し頻発する災害への対応だとか働き方改革への対応生産性向上への対応などさまざまな新しい課題が発生してきていますそれに加えまして 工事の上流側の調査,設計調査測量設計などの分野では、えー、近年の災害の頻発を受けて災、災害対応業務が激増しています、資料6でございますが、災害現場で頑張る測量設計業ということでございますけれども、ここに示しているとおりでございます、さらにはこの分野では技術革新が非常に目覚ましく進んでおります。 例えば UAV、ドローンとかです、ね、衛星画像、レーザープロファイラー等による3次元データを活用した災害時の被災情報の収集分析、ビムシム i などの施工管理、維持管理、IoT を活用した構造物の点検分析など従来に比べても格段の進歩が見られます。国土交通省では 石井大臣の命令一課の下で,です、ね、アイコストラクションとして取り組みを進めてございますけれども、特に調査、設計、測量の分野の技術革新について、どのように評価をされているか伺いたいと思います五度技術審議官。お答え申し上げます。国土交通省では、人口減少社会を迎えているワークにおいて、働き手の減少を上回る生産性の向上と担い手確保に向けた働き方改革を進めるため、 建設現場において ICT の活用や施工時期の平準化等を進めるアイコンストラクションを推進しているところでございます。今後さらなるアイコンストラクションの推進には施工のみならず調査、測量、設計分野の技術革新が重要であり、これまでも空中写真を用いて3次元測量を行うための運用基準を定めた UAV を用いた公共測量マニュアル案の新設や シム導入ガイドラインの改定など新技術導入のための環境整備に取り組んでまいりましたこの結果例えば車に積んだ車載レーザーの活用による測量と作業の効率化災害現場でのドローン活用による被災状況調査の迅速化ビム・ m SIM の活用拡大水中部の計測が可能なグリーンレーザーを ドローンに搭載し洪水後の河川への土砂堆積状況の把握と河川管理の効率化など新技術の開発導入が着実に進んでおり地質調査測量設計建設コンサルタントの皆様方に積極的に取り組んでいただいているところでございますこうした取り組みを通じて調査設計測量の現場の生産性向上を加速化し 給料が良い、休暇が取れる、希望の、えー、期待の持てる、魅力ある現場の実現に目指してまいります。足立敏之君、ありがとうございます、えー。技術革新を支えている皆さんに心から敬意を表したいというふうに思います。えー、こうした状況を踏まえまして、えー、現在、兼業法と入刑法と合わせて、新担い手三法ということで、 品格法の改正の手続きに、えー、各会派の皆さんと協力して議員立法という形で進めさせていただいております、えー、具体的には災害時の緊急対応の充実強化働き方改革への対応生産性の向上への取り組みの強化などの項目について新たに品格法に規定することといたしております、えー、さらには先ほどもありましたけれども調査測量設計などの分野の業務が 建設工事の品質確保のためにより重要性が増していることも踏まえまして、今回、品格法の改正で、測量設計業や地質調査業、建設コンサルタントなどの皆さんの業務も、品格法の対象となることをより明確に規定することとしています。こうした動きに対しまして、石井大臣はどのように評価されているか伺いたいと思います。石井国土交通大臣 今般、議員立法による公共工事品質確保法の改正案が提出されており、公共工事における自発注射の基本的な責務として、適切な入,入札契約方法の選択による災害時の緊急対応強化、適正な工期設定等による働き方改革の推進、情報通信技術の活用による生産性の向上などが規定されていると承知をしております。 国土交通省といたしましては、これらの基本的なスキームが法律に位置づけられることによりまして、随意契約指名競争入札の活用による迅速かつ円滑な災害復旧の実施、債務負担行為や繰り越し免許費の活用による施工時期の平準化や、建設生産プロセスにおける ICT の活用などによるアイコンストラクションの推進などの具体的な取り組みが促進されると期待をしております。 建設投資の約4割を担う公共工事の品質確保の重要性に鑑み、これまで議員立法で公共工事の自発注射に向けて、基本的な責務を唱えてきた公共工事品質確保法が、政府提出の建設業法および入札契約適正化法の改正案とともに改正されれば、働き方改革、生産性向上といった建設産業を取り巻く環境の改善がより一層前進していくと期待をしております。 足立敏之君、えー、ありがとうございます、えー、大臣からも高く評価いただき感謝を申し上げたいと思います、えー、ぜひとも兼業法入刑法の改正と合わせて品格法の改正についても早期に実現できるよう議員立法でございますので、えー、国庫委の先生方にもよろしくお願いをしたいと思います、えー、最後の質問です、えー、21日の、えー、国土交通委員会で共産党の山添議員から、えー、国土交通省の人員の確保の必要性について、えー、ご質問がありました 私も同感であります、えー、国土交通省では災害が頻発する中、あの資料8、資料9にも示しましたけれども、えー、テックホースの派遣の頻度が増加するとともに、復旧・復興のための発注業務や、えー、緊急参加年対策の発注業務も増大をしております。えー、また、本日ご審議いただいております、兼業法、入刑法、さらにはこれから出てきます、品格法。 こういった面での指導、技術者が不足している自治体の入札契約の指導に、国交省のメンバーが直接当たらざるを得ません。国土交通省では、これまで政府の定員削減方針に基づきまして、長年、人員が削減されまして、資料10に示してございますが、特に地方整備局、北海道開発局など出先機関では、大幅な削減がなされてきました。 職員の個々の努力で削減された人員をカバーするのはすでに限界にきてよというふうに思います。私自身、国交省の出身ですので、なるべく発言はこれまで差し控えてまいりましたけれども、国交省の実情を考えますと、これまでの人員削減を反省し、このあたりで大きく舵を切って、人員増の取り組みを進めていく必要があるんではないかというふうに思います。 この委員会にはです、ね、国土交通省の事実上よくご存知の委員の先生方がたくさんおられます畑委員長は元国土交通大臣でございます末松,委員長末松委員は元副大臣でございますし えー、高橋委員、室井委員、中野委員も皆さん、元政務官というポストを経験されてございます、その他の委員の先生方も、えー、国,交国土交通分野と長らくお付き合いがありまして、えー、大変その国交省の厳しい状況を、えー、あのよくご存じのところだというふうに思います。うんえー、こうした国土交通省のの人員確保や組織の充実強化などについて 長らく国土交通省で勤務をされました経験のあります石井大臣からもお考えをお聞きしたいというふうに思います石井国土交通大臣。国土交通省の現場を支える地方整備局、北海道開発局は、従来からの直轄の社会資本の整備や管理に加えまして、老朽化対策、近年頻発する自然災害への対応など、その役割が増しており、地域からの期待も大きくなっているものと認識をしております。 一方、定員合理化計画等によりまして、国土交通省発足以降、年平均約360人、18年間で約2割もの定員が順減をしておりまして、大変厳しい定員状況にあります。特に老朽化対策や災害時の初動対応等、現場の最前線を担う事務所、出張所の職員が大幅に減少しており、また40代以上の職員が約8割を占め、 中堅・若手職員が極端に少ないという、まあ、偏った年齢構成となっております。まあ、このままでは国民の生命、財産を守り、安全・安心を確保するという地方整備局等の使命を果たすことが困難となるものと考えております。えー、国土交通省といたしましては、今後とも災害からの復旧・復興や、国土強靭化など、政府の重要政策を確実に実施していくため、必要な定員を確保すべく、最大限努力してまいる所存でございます足立敏行君。 ありがとうございました。えー、建設産業については、災害対応の担い手、インフラ整備、維持管理の担い手であり、えー、貴重な地域の守り手でもあります、えー。決してなくなってはいけない、なくすわけにはいかない大事な産業であります。えー、その持続的発展に向けまして、えー、工事量の計画的確保と仕事をすれば、必ず利順が生まれる環境を作り上げていくこと、えー、この2点が必要でございます。 建設産業はこれからもです、ね、若者たちが将来を委ねたいと考える未来のある産業として、魅力のある職場としてなければなりません。そのために、かつて言われたような産経ですね、きつい、汚い、危険、まあ、そういった産業ではなくて、新しい産経、給与がよくて休暇が取れて、希望の持てる産業、そうした産業に向け、 努力を重ねて、建設産業を魅力ある産業として再生していくことが必要だというふうに思っております。国土交通省についても同じだと思っておりまして、国土交通省も私が入省していた頃に感じていたブラック的な企業というか、そういうような職場ではなくてですね、将来に夢を持てる魅力のある役所で、 あありり続けるる必要があるというふうふに思っておりますそうでなければ、優秀な若者が入ってくるはずはありませんし、そのためにもこれからも引き続き国土交通、石井国土交通大臣の力強いリーダーシップのもとに、国土交通委員会の先生方のお力もお借りして、必要な組織、定員を確保し、未来のある、夢のある、魅力的な職場となっていくよう、心からお祈りを申し上げまして、質問を終えさせていただきます。以上です 野田国吉